生徒部功祠らの諸葛戦祖像諸葛戦は中国の三国時代の武将、政治家、諸区の上将、諸葛亮の子。字は思えん。助手老屋軍用都県の人。子は諸葛な諸葛慶らがいる。三国史諸詩、諸葛亮殿や義士、等、もぐさ殿等に記録がある。諸葛亮は交渉彦の娘を妻としていたが、 諸葛仙の聖母であるかどうかは明らかではない。父の諸葛亮は234年、武功に出陣するときに、呉に仕える、兄の諸葛金に対し手紙を送り、8歳になる諸葛仙が見せる利発さと、早熟すぎて長じて、大物になれないのではないかと、心配する気持ちを伝えている。父の諸葛亮が亡くなると、父の爵位である武里子を継ぎ、また周囲からの期待を受けた。 十七歳の時、皇帝、劉禅の娘をめとり、きとりを拝命。翌年、ウリン中郎将となり、社古へ行為、自中、少女牧屋と昇進し、軍師将軍を加えられた。諸画が巧みで、記憶力が良く、諸葛亮を追望する人たちから愛された。彼らは何か刑事があるたびに、諸葛公のおかげともてはやし、諸葛戦は、実力以上の評判を受けるようになったという。 261年、京都護衛将軍となり、凍結と共に、平良省所持となり、凍結や藩権と共に国政を動かす地位となったが、竜禅が信任する官官、孔明の戦王に話す術もなく、諸葛戦と凍結は、孔明と私的な関わりを持つようになったという。262年、諸君の軍権を握る脅威の失脚を、孔明が願うようになると、凍結と共に、 これに同調したが、成功しなかった。諸葛戦自身が脅威に代わって、演佐界を取り立てるよう上奏したとも言われる。演佐界については、孔明と結託していたと明記されている。263年、義の大軍が諸区に進行し、脅威をはじめとする防衛軍の大半が、剣閣で釘付けとなる中、ギッス進の一人である、塔もぐさが、影平の感動を経由し、 食の前線防衛陣をかいくぐって生徒をつこうとした。この時諸葛戦は竜禅の命により出撃する。諸葛戦はまで軍を進めて戦況を伺う,うのみで積極的に迎撃に出ようとしなかったため、高高氏にその指揮を批判された。高高氏は涙を流しながら出撃を願ったが入れられなかった。とうもぐは感動を経由し、 高油の要害を難なく陥落させた。諸葛仙は、先方体が破れたので、より交代し、免地区に陣営を構えた。トウモグサは手紙を送り降伏を進めたが、諸葛仙は、受け入れず、激怒してトウモグサの使者を切った。諸葛仙は、初戦では義軍を退けたが、トウモグサの猛攻の前に大敗し、息子の諸葛なおや長を従、う、高高氏、利玉と共に戦死した。 三国志の編者で、職の旧心でもある陳寿は、諸葛戦は、実力以上の名声を得ていたと評した。税微性一よ、ありすぎその実る。陳寿、三国志職書、関三十五、諸葛良伝ただし、陳寿がかつて、諸葛戦の下役だった時に知辱を受けたため、極筆したという説もある。進むの部帝は象直を出し、諸葛戦が、 国難に順次審議を守ったことを評価した。官方は諸葛戦の能力はさほど評価するほどではないが、国家を守り父の志を継いでただたかを尽くそうとした点は評価した。なお、四川省明ンチ氏市に、明治防衛戦で戦死した諸葛戦と、諸葛なお、長下がう高隆、高高氏李玉と諸葛亮を祀る諸葛総中母祠らがある。小説、 三国支援儀では、聖母は、甲府人であると紹介されている。寒岸の甲明の横暴に反発し病と称して、門を閉ざしていたが、儀の進行が始まると、客ただしの勧めを受けた劉禅によって召喚されて、出撃し、史実と同様に、面築の守備につく。一度目は、父の木造と共に出陣し、諸葛亮が生きていたと義軍を混乱させ、二度目は、 諸葛なおの活躍で義軍を敗退させている。そして党もぐさから降伏して、義に仕えるよう迫られると、死者を切ることでこれを拒絶し出撃するが、今度は敗北し、呉に救援を求める死者を送り到着前に出撃し、戦死している。諸葛、京、諸葛、元、諸葛、金、諸葛、両諸葛、人と諸葛、丹。諸葛つ諸,諸葛、高し、諸葛。 通る諸葛選諸葛会諸葛望む諸葛連。諸葛反諸葛な諸葛系諸葛室、諸葛会。諸葛兼。真の学者、長が記した諸葛ただし不幸文集のうち、諸葛主婦、朝新刊記、雑記、編集、諸葛ただし不幸文集事書によれば、諸葛選は、諸葛ただしということ、諸葛懐という弟がいたと記されている。 諸葛亮の子孫を称している、石膏小乱慶市にある、諸葛八家村という村は1992年になって家系図が見つかったとして、諸葛慶の血筋であることを辞任している。三国医師探訪、諸葛総中坊誇ら。ありがとうございます。